伊藤徳栄は、日本の政治家。三重県桑名市長。三重県桑名市議会議員。桑名稲部広域連合議会議員などを歴任した。三重県桑名郡田度町にて生まれた。田度町立田度西小学校、田度町立田度中学校を経て、三重県立桑名高等学校を卒業。上京し、早稲田大学政治経済学部経済学科に入学する。留年を経て、 2000年に大学を卒業した。大学卒業後、富士テレビジョンに就職。同社では、主として営業や衛星放送の番組編成などを担当した。その頃、知り合いの東京都渋谷区議会議員が、地方議会議員の仕事について、街をプロデュースする仕事だよと語るのを聞き、関心を抱く。2005年、富士テレビを退社。2006年に、 ク名ナ市議会議員選挙に立候補し、初当選を果たした。しかし、所詮34人のうちの一人では変えられない。市議としてできることとできないことが見えてきたと述べるなど、ク名ナ市議会議員としての活動に限界を感じ、2008年のク名ナ市長選挙に立候補した。しかし、現職の水谷元に約6000秒差で敗れ、落選した。その後は、 愛知県名古屋市の外資系生命保険会社に就職し営業を担当する。2010年の桑名市議会議員選挙に再び立候補し帰り先の当選を果たした。その後、加田幸子が設立した未来政治塾の塾生となる。2012年の桑名市長選挙に日本未来の党の推薦を受けて再び立候補し現職の水谷元と一気打ちで争うことになった。 桑名市長選挙は、同年12月2日に投開票が行われ、初当選した。同年12月19日付で市長に就任した。2016年の市長選は、自民党、民進党の推薦と公明党の支持を受けて、立候補。元市議の小川真美らに候補を破り再選。2020年の同選挙で、元県議の倉本隆弘らに候補を破り参戦。ありがとうございます。